皆さん、こんにちは。中村貴子です。重要過去本解説講座の第5回目ですね。えー、本日は、タッケンに関する、まあ、少し紛らわしい問題。まあ、これをちょっと解いてみたいと思います。えー、問題がね、バーっと出てまいりましたが、これ実際の問題文はもっと長いんですけどね。えー、今回はまウェブ上で、まあ、読みやすくするために、えー、少し問題文を短く、まあ、簡略化しているんですね。 えー、まあ、それでも十分長いですが、えー、一つ一つ見ていきたいと思います、はい。まずは足のあですね。この足のあがですね、実は非常に差がつくところ、まあ、今日の、まあ、あの、解説でも一番力を入れてお話したいところなんですが、えー、ちょっと読みますね。あ、宅剣士資格登録を受けている者は、登録事項に変更があった場合は、変更の登録申請を。また、破産者となった場合は、その旨の届出を遅いなく、 登録している都道府県知事に行わなければならない。こういう問題ですね。うーん、まあ、士の資格登録という言葉が出てきました。えー、そして変更の登録申請。まあ、それから届け出などということが、まあ、出ているわけですね。この資格登録お分かりになりますよね。えー、宅検士になるためのですねうん、3つのステップというのはですね、タ検ケになるため、えー、3つの事務ねあ、この後も出てきますが、重要事項説明とかを行えるようになには、 宅研証の交付を受けなければならなかったですね。試験に合格すれば、えー、すぐ宅研証がもらえるか。そんなことはないんですね。試験に合格する、宅研士登録をする、さらに宅研証の交付を受ける、この3つのステップを経て、初めて3つの事務ができるわけです。この足の輪ではそのうちの宅研士登録について聞かれていますね。 はい、この宅検誌、えー、登録しますとですね、まあだの、誰に登録するかって言いますと、受験地の知事ですよね。自分が試験を受けた都道府県の知事のところに登録するわけです。えー、登録をしますと、この資格登録簿というのにですね、えー、今、えー、スライドに映っているようなことが記載されるんですね。氏名、住所、本籍性別、生年月日。まあ、宅検業者に勤めている場合には、業者の名称と免許番号。 ま、その他3番から4567、ま、こういったことが記載されます。つまり、知事としてはですね、自分のところに登録している人がどういう人かを把握しておきたいんですね。そのために、ここに書いてあることが記載されるということになります。で、この今、スライドで写っている7項目のうち、この赤い文字ので,ですね、氏名、住所、本籍業者の名称と免許番号。まあ、これは変わる可能性があるわけですね。 これ変わった場合には、地帯なく、まあ、知事に届け出るんだ。まあ、これがルールでしたよね。えー、つまり、えー、知事としては、その、まあ、どういう人かを把握しておきたいわけですから、指名が変わったんであれば、ちゃんと言ってきてね。うん、勤めてる業者が変わったんであれば、ちゃんと言ってきてねと。まあ、こういうことになるわけです。うん、知事は、あの、ね、登録してる人のことを把握しておきたいわけですから、もしその方が死亡したとかですね、 もしくは、えー、宅タッケンの仕事が、まあ、できない。タッケンの、えー、登録、欠格自由ってのがありますよね。タッケン業免許と同じように、こういう人はタッケン資格登録できないよ。登録の欠格自由ってのがありましたよね。まあ、その表にありますが、えー、心身の故障によりタッケンの事務を適正に行えなくなった。まあ、例えばですけど、青年非貢献になって、そういうことはできなくなったとかいうことですね。 うんそれから、ま、登録、欠格自由。まあ、こういう人は、達検死しないよ。破産して、まあ、復権を得ないものとかですね。ま、禁錮以上の刑に処せられて、まあ、あの、刑の終了刑が終わってから、まあ、5年を経ない。えー、こういう場合にはですね、えー、結核自由ということで、まあ、登録が、ま、できなかったわけです。うん、当然、えー、こういった登録、欠格自由。ね、えー、登録を、まあ、あのー、ま、主張しなければなりませんし、 えー、登録を少女しなければなりませんし、消すってことですね。登録を消さなければなりませんし、うんまあ、そのことは当然知事も知っておきたいと思うわけです。したがって、こういった登録欠格事由、うん、例えば破産したというんであれば、まあ、その日から30日以内に届けててね、と。こういうルールになっているわけです。はい。問題文ちょっと戻りますね。問題文に戻りますと、えー、宅検資格登録の話なんですが、えー まあ変更、登録事項に変更があった場合の話と、破産者となった場合の届出の話ですね。まあ、それが一緒になってるんです。ところはこれ両方とも、地滞なく、えー、知事にえー行ってくださいと。変更の登録申請も、届け出も、地滞なく知事に行ってくださいと。まあ、こういう文章になってるわけですね。で、登録の変更、登録の変更っていうのは、登録内容が変わった、氏名が変わったとか、住所が変わった。これは地滞なくで問題ないですね。 えー、この、えー、資格登録に書かれてる内容が変わった。これは地帯なくでいいんです。ところが、破産者となった。これは30日内ですね。これは30日内に言わなければならないということになります。た、まあ、従ってこれは誤りだということになるんですね。で、この問題文なんですが、例えばですね、一つ一つ、えー、別に聞かれる、一文で聞かればですね、 多くの受験生が正解できるはずなんですね。いや、あの、勉強し始めの方はね、まだまだ、あの、ちょっと難しいと感じるかもしれませんが、ある程度勉強した方であれば、例えば今写っている文章、登録事項に変更があったんであれば、遅滞なく、変更の登録申請をしなさいと。これ丸だってことはすぐわかるはずです。うーん、丸2番の文章として、破産者となったんであれば、その旨の届け出を遅滞なく行わなければならない。こういう文章が出たんであれば、 これは罰だと分かるわけですね。これ破産者となった場合には30日内ですから。こういうふうに別々に聞かれればですね、えー、おそらく多くの方が分かる。しかし、えー、一つのことをですね、一文で聞かれる、えー。このように一つ一つのことを聞かれるんだれば間違いないんですが、えー、一文で聞かれるとですね、どうしてもこう、誤ってしまうことがありるんですね、えー。もう一回問題見ります。 宅卓資格登録を受けている者は登録事項に変更があった場合には変更の登録申請を。またってことで文章はつながるんですね。で、二つのことを聞かれる。で、地対なくとこうなってしまう。あの、緊張している本試験の時ですから、ここの、まあ、間違いに気づかないということが、まあ、大いにあり得るということですね。しかしながらここは間違っている。これをちゃんと判断できるようになりましょうねというのが、えー、今日のポイントの一つです。 足のい,いですね。ここは比較的簡単なところでしょうかね。宅検研所の交付を受けようとする者は、これ試験合格日から1年以内のもの、または登録の移転に伴うものを除くと書いてありますが、交付を受けようとする者は、過去をなんか飛ばしてね、知事が指定した講習を交付の申請の90日前から30日前までに受講しなければならないという文章です。 先ほど見た3つのステップなんですが、他検証の交付を受けるためには、交付申請6ヶ月以内に行われる知事が指定する講習を受ける人がいましたよね。知事が指定する講習を受ける人がいました。従いまして、この文章、交付の申請の90日前から30日前までにというのは、これは誤っている文章だということになるわけです。 うんまあ、さっきちょっと早くしておりましたね。文章のカッコの中、試験合格日から1年以内のもの。これは、あの、知事の講習がいらなかったよとか、まあ、登録の移転の場合だったらね、これはいらなかったよ。これも、まあ、確認しておきましょうね。足のうです。第35条。まあ、あの、タッキング法35条ということですよね。まあ、重要事項説明のことですが、えー、35条に規定する事項を記載した署名への記名要因。まあ、35条署名。 重要事項説明書への決め音ですね。および37条、まあ、いわゆる契約書のようなものですが、37条の規定により、こうすべき署名の決め音については、専任の宅検士でなければ行ってはならないと書いてあります。専任の宅検士でなければ行ってはならないと書いてあります。うんまあ、このね、重要事項の説明とか、35条署名への決め音、37条署名への決め音、宅検士の3つの事務と言われるものですが、 これは、あの、先人の達検師でなくてもいいんですね。専人の達検師でなくてもいいわけです。ところが、問題文は専人の達検師でなければ行ってはならないと、こう書いてある。これは誤りだということになります。これは基本的な問題ですね。この線はできないのは、正直言って、まあ、勉強不足ということになりましょうが、まああの、初心者の方はね、じっくり知識をつけていけばいいわけですが、 はい。足の4番ですね。最後の足ということになります。宅検剣士は事務の禁止処分を受けた場合、事務禁止処分を受けた場合、卓剣士をその交付を受けた地に速やかに提出しなければならないが、提出しなかった時は10万以下の過料に処せられることもあると。まあ、こういう問題文ですね。えー、これはあの、10万以下の過料とありますので、えー、宅検士に対する罰則の話ですね。罰則の話です。 え、宅検証に対する罰則、まあ、まだ勉強してないかもしれませんが、うん、一つはですね、報告義務違反というのがあるんですね。これは、あの、50万以下の罰金になります。えー、まあ、例えば知事からですね、あの、業務内容について報告しろと言われたのに報告しなかったとか、嘘の報告をした。これは、あの、50万以下の罰金に処せられることがあるということですね。それから、あのー、宅検証の返納義務とか、 提出義務ですね。返納義務、えー。提出義務。これに違反したとか、重要事項説明の際に、宅権証を提出しなかった。これ、えー、罰則があります。10万以下の過料に調査られるということですね、えー。今回の問題で聞かれているのは、提出義務違反です、まあ。事務の禁止処分を受けたとかね、えー、いうことで、えー、提出しなさいということですね。その間、宅権主としての仕事をできないんだから、宅権証を提出しなさいということになるわけです。うーん、はい。 で、あの、あ、ちなみにこの罰則ですけどね、報告義務違反。まだあの、宅建士としては、えー、これ出されたことはないですが、あの、宅建業者も同様にですね、報告義務違反ってあるんですね。あの、令和元年の問いの29。これとは宅建業者の報告義務違反、えー。この罰則が出題されてますからね。まあ、余裕のある方は確認しておきましょう。まあ、この問題では、宅建士の、えー、罰則、まあ。よく出る10万円以下の過料というのが出題されているわけです。 で、問題文に戻りますが、えー、10万以下の過料に処せられることがあると、えー。これ先ほど確認した通りです。これは正しい文章だということになるわけです。といたしますとですね、えー、これ4つの足があったわけなんですが、正しいものはえのみであって、正解詞は1。まあ、1つだけが正しいよということになるわけです。これね、えーまあ、解説してまいりましたが、詞のは これをきちんと読めているかどうか。これが勝負の分かれ目ですね。特にこういった個数問題ですね。本試験という緊張した中で、落ち着いて問題部を読んで、整合を判定できるか。これがポイントになるわけです。ここで合否が分かれるような問題になったと思います。この問題で確認すべきことですね。この問題で確認すべきことです。まあ、あの知識の確認をしておきましょう。宅建登録 これは変更の登録ですね。資格登録簿に書いてあることが変更になった場合、これは地帯なく変更の登録をするんだ。死亡したとかですね、結核自由に該当した。この場合には30日以内に届け出るんだと。こういうとしたね。卓検証の交付、これは交付前6ヶ月以内の知事の講習ですね。 え、引っ掛けとしては、あの、大臣が指定する講習だと言ってみたりですね、今のそうですよ、知事の講習ですからね。うん、それから、あの、ね、試験合格1年、えー、いないであればいらないんだけど、いると言ってきたりね。えー、そういった、あの、引っ掛けも注意しましょう。まあ、そういった知識の整理をすることもさることながらですね、足の輪に寄ったよ、あったような、長い問題文を読み解く。 長い問題文を読み解くというのが、えー、読み解く力をつけるというのも、えー、この問題を通じて学んでほしいことなんですね。あの、知識があるということとですね、知識から、まあ、得点できるものになっているかどうか、知識を,を使って得点できるか、これは必ずしも同じではないんですね。私覚えた知ってるじゃなくてですね、問題演習を通じて、やはりその得点力があるかどうかを確認してほしいわけです。 ま、あの、すっきり解ける宅検紙、これはあの、まあ、過去年もう、まあ、12年分が出てますけどね。あの、12年全部解く必要はないとは思うんですが、まあ、一応あの、多くの問題解きたいという方のために12年分載せておりますが、えー、これあの、論点別になってます、えー。分野別になっておりますので、じゃ紙に関して知識がついたんであれば、本試験の、ま、こういった引っ掛け問題といいますかね。長い問題に、ま、チャレンジしてもらえばと、えー、力をつけていただければと思うわけです。はい。 本日の解説は以上です。合格目指して頑張りましょう。